と、そうしたら、究極の教えの理解のための4のエゴですね。問題のエゴですね。もし、要するに、私という思う、あらゆる考え事の根です。これはマハルシにしている人にとっては当たり前でも、一般の人たちが私を思いて考えることはまずなくて一生終わると思います。気として私意識がどえらく出てもね、私意識っていうことがないで怒ったり悲しんだりなんだりして一生終わるんですよ。ヨガやってもおそらくね、皆さんヨガバスに来なかったら自分と解消っていうことを知らずにいろんな他のことやって、それが修行だとして終わっただろうと思いますね。ですから私という思いに気づく、今生の儲け物だからそれ次に持ち越したらいいんだけどもね、一生の逆転ペンで失神して忘れると思いますがね。深いところに入らないものは根付かないんですよ。今ね、分かったと思ってもね、あるいはちょっと花が咲いて実がなってもね、今年あっちの畑の温州みかん2本根元ね、虫にかじられて枯れちゃったのね。1本は結構2年間3年間みかんつけてくれた、小さかったけど、もう1本は2年間にわたってつけてくれたけど、あまりおいしい。でも八朔とかそういうのは載ってるんだけれども、温州みかんは2本ともやられて、今年は花苗にはだいぶ虫にやられたんだろうと思うんです、この辺のみかんはね。ですからそのようにちょっと根付いて花も咲き実も取れたからかなと思ってると、虫、どういうかは知りませんがね、皆さんを食いばむ虫ですよ。野村さんなんか相変わらず体にこだわるという虫に、虫ばまれるところに行かないでしょ。何としてでも体の方に行きたいでしょ。年取れば取るほど体の方に行きたいわけだ。なんででしょうって、それはそういうふうにね、生まれ育ってそういう過去生を繰り返してきたわけでしょ、体にね。だから自分の本音が何にあるかを見て、まあそれを満足させてくれるところでやっていけば、そういうのをしばらくずっと続けられるっていうことですね。無理やり頂上に登ろうと思っても、まあ登ろうとは思ってないでしょうけども、野村さんはね、無理やり自分をヨガバスイティならヨガバスイティに関係づけ、自分の意識はやっぱり体にしか戻らないし、あるいは欺瞞を続けるとかね、そういうようなことね、表現は悪いですけれどもね。だから本音に発芽しませんのでね、理想としたことは失神して忘れますんでね、死ぬ時ね、全部ね。本音しか、本音っていうのは決算書で出たかね、それしか出ませんのでね。例えばね、皆さん途中借金しまして、あるいはお金入りましてってやったあれ、まあ最後にはそれはどうでもよくて、プラスマイナスいくらかっていう決算書が出るわけで、これをどのようにして借金をね返済して、どのようにして手入ってって、そのようなことは次のまあ発芽にはそういう経緯は関係ありません。出るできた種という決算書だけですから、本音です、それはね。大発識の皆さんの本音としての欲望、恐れ、怒り、悲しみ、あるいは場合によっては愚鈍ですから、本音だけですので、頭で思い描いたわけではないんです。それで私という意識がですね、エゴのところ、要するに私というが、あらゆる考え事のもとである記憶を引き連れて、ちょっとした核みたいになって、それがまた肉体世界、物質世界ね、地球でないかもしれないから、物質世界に権限する核となって存続していくっていうことですね。生不滅で、無になることはないんです、エネルギーっていうのは。何らかのってるんです。
執着が強ければ強いほどはっきりした形取りますので、はっきり出ちゃうんです、早めにね。それもという思いの源はフリダやハート、自己の正体宇宙がです。で、私という思いの源、それが出てくるところがあるということは、出ていくところがあるということです。自分意識っていうのは観念ですから、観念っていうのは考えればあるし、考えなければないんです。出てくるからにはそこに消えていくんですね。だからそれを発見しなさいってマハルシアートナビチャラを教えてるわけですね。でも出てきたの使ったら隠れていくところはわからないでしょ。あ、こっくるって、例えば小学校の劇なんかでもね、5、6年生がやってくれると1、2年生なんか前にいても、出てきた後にしかこうやってないから、こうやって舞台の袖から、ああ出てくるぞとかって、そういうませたから、5、6年になるとこっちから出てきてあっちに消えていくぞとか分かりますがねそれと一緒ですよ。出てきたものしか幼稚なって順、出てきた現象だけにこう聞い取られて見てるようなもんでしょ。どっから出てきたかって分かんないんだから。だから瞑想で把握した考え事が出た瞬間を認識するっていうことです。ずっと考え事続いて追っかけてたらね、もう手放すことできないっていうか、考え事でくたばります。ですから、手放す、出たな手放すっていうことです。考え事してから手放す、非常に過当な思いの手放しで、上等の思いの手放しは出たな手放す、出たな手放すです。私という思いはのところ、他の考え事のような思いではありません。なぜなら、他のウリッティ、考え事が本質的にお互いに関係、私 I think that の I はね、という思いは一つ一つの心の活動と一様に本質的に関係しているから。例えば皆さんが今晩夕食何作ろうかなとね、マハルシの教えの内容とは、例えば今晩のおかずとラマの教えは関係ないけれども、ラマのマハルシの教えはどうかなってのも私、今晩のおかずは何しよう、おかずを何しようかなって考えるの、私はあらゆる考え事を支えているわけです。ですから、私という純粋な思いね、愛というのは、だって以下のいろいろな考え事と全てということです。で、それらの考え事同士は関係あるのもあればないのもあればということです。ですから、心の根源的なところを捕まえようと思ったら、リンクだって以下のいろんな考え事じゃなく、愛に目を向けていかなきゃいけないの方法です。私という思い。で、アートナビチャラは心眼の探求、思いの出所の探求と訳したわけです。心眼は探求できるわけないでしょ。細胞がね、足の指、見る細胞がね、全体を巡り回って探求することできる。部分が全体を探求するということはできないんですよ。全体になることができるだけですよ。意識の上で。意識の上でいった肉体レベルとしては、やっぱり足の指は足の指、頭は頭の。でも流れている命っていうのは一つでしょ。いやー、うちの棒に流れている命と頭で働いている命別なんですよ。そんなことないんですよ。命は一つなんですよ。藤平さん言ったように。は一つ一つの心の活動と一様に本質的に関係しているから、それを発見しなさいって言ってるんですね。それなしにはありえません。 I think っていうのがなかったら、何々法っていうのはないっていうことです。当たり前ですけどもね。それは考え事に依存しなくても自存できるのです。 I だけでっていうことですね。だって以下の考え事は、I am っていうのがなかったらね、言えないんです、それは。土台がなかったら、その上に乗っかってるものは存在できないんですね。大事なところですね。I というのが自存できる。I。これはラマナ・マハリシャは理論的に言ってるんじゃなくて、体験で、そう。いつでも No thinking ですので。I am、 私はあるって、その意識だけで生きているようなもんですから、
できる。考え事となくてもできる。考え事は I am に依存しなきゃない。見てるわけですね。確知してるわけですね。私という思いはそれゆえに、基本的に他の考え事と異なります。その思いへの探求は、っていうことではっきりしてるでしょ。ラマナ・マハルシが言っている思いの探求っていうのは、神話を発見するんじゃなく、思いの主を探求せよって言ってるってはっきりしてますでしょ、説明から。私はある。これは I am。小。これは I、ややこしいんですがね。I って大文字で書いて、ハイフンして、まあ、その次の文字でもいいです。an, am ね。またハイフンして、ness。I am ness って書いてください。I am ness。それで、私は I。あるは am のところね。小は ness のところ。非常に面白い言葉ですけども、I am ness。私はある小。こういうことはね、欧米人に聞いたってわかんないです。何その英語ってこう言いますよ、おそらくね。内容わからないので。前奏とか、まあ、ベーダンティンたちとかはね、I am ness とかね、I am lessness とかっていろんなこと言うけども、一般の欧米人にとってもそういう英語は不可解なわけね、おそらくね。という源泉。それイコールセルフなんですね。I am less。I am ness がね。純粋な I am ness。私。考え事がない。考え事が切り離されて自存できる I だけにあった純粋な pure I って言ったらわかりやすいでしょうか。という源泉そのものへの探求です。ですから、マハルシが言っているのは全体性を発見しなさいっていうよりも、自分意識を発見しなさいって言ってるんですね。ここなかなかわからないんだな。マハルシ好きな人たちにもね。で、僕よりも先に訳した人たちはみんな神話の探求って訳してるわけ。探求できないものを探求するわけね。そんなことできるわけないでしょ、誰も。澤田先生、分かってなかったね、あれ。ラマナ・マハルシ、ラマ・クリシュナ、ビベーカ・アナンダについて書いてる本けれどもね。哲学的に思索してるだけで。自分意識験する行なんだっていうことを分かんなかったんだね。ラマナ・マハルシが何を教えてるかね。試作するだけでは分からない。拡足って自分意識を発見した人にしかラマナ・マハルシ言ってることは分からないんじゃないかと思いますね。エゴが出現、すべてが出現します。これはラマナ・マハルシが言ってるんですよ。愛、意識が出現するとすべてが出現します。愛から考え事が出てくるっていうことを言ってるわけです。その正体、消えゆくとともに全てが消えさせ去りますってことですね。英語って何だろうって、仕切りですよって言ったでしょ。仕切るとね、この空切るとね、これはこっち、まあ領土でも、これは北朝鮮、これは南朝鮮ってね、仕切ると分別と名前がたくさん出てくる。もっと仕切っていくと何々地方になってね、市や村とか出てくるでしょ、いろんなもの。仕切れば分別すれば分別するほど対象が増えていくっていうことは考え事も増えていくっていうことです。一つだったら対象、主体と客体ね、自分と対象っていうものがなかったら考えようがないんですね。ただあるっていうことしか言えないよね。ただ存在する。はそれゆえに全てです。ここで言っている全てっていうのは生命ですっていう意味じゃありません。エゴが出てくると全ての世界がね出てきて、でエゴが消えると全ての世界も消えるっていうことを言ってるだけです。世界は心だ、認識する人の心だっていうことですよ。外界は自分の心の投射だってよく言われるんですけれども、皆さんが認識している人物とか風景とかね、それが自分の認識と別にあるんじゃないんですよ。識三十字には識を離れては何もないって書いてあるでしょ。わかるでしょうね。まあそこなかなかわからないんだろうと思うんですがね。野村さんわかりにくいでしょう。世界が、旦那さんが自分と別にあるって思うでしょう。でも、あると
思ってるのは野村さんの認識なんですね、心なんで。ですから野村さんがの心がなくなってしまえば旦那さんもあるんです。まあ僕だったら輪廻転生の予告を申し上げますっていうねここでも何でもないよ、うん、消えてまた現れるだけの。ですから皆さんが認識しているものは皆さんの認識と別に物体としてあるんじゃなくてね、皆さんがそのように認識しているだけだっていうことです。ですから愛する妻でも浮気すれば殺してやろうかっていうことになりますね。うん。それは相手が変わったんじゃなく皆さんの心が変わるだけです。仕方が変わるだけですね。北朝鮮に拉致されて亡くなった横田めぐみさんたんでしょう。自殺したって言うけど殺されたのと一緒でしょう。で、それに子供という、まあ、驚くような話を聞いた。最初は信じられない。で、いるでね、検査して、これは、めぐみさんの、要するに横田さん、両親から見たら自分の孫に違いないと。孫というふうに、そうじゃないって疑ってたら、もう可愛くも何ともないわけ。その、娘さんの実態には関係ないわけ。どう認識しているか。この前も言ったように岩井さんが浩二さんを男性であり自分の夫でありって認識してるでしょ。とそれが病気進んだらば非常に悲しい。でも他の年寄りたちがねもっとボケていって死んでもさっき30で亡くなったって優先放送あったけども別に悲しくないでしょ。皆さん知る人だし、それは愛着がないからです。そうすると皆さんは皆さんの家族に対してね、愛憎いろいろなものを追っかぶせて見てるわけね。で、マハルシノはそういう愛着がないわけ。全て全体生命だと思ってるだけで。全体生命としてのデータしかないわけ。これは男で、これは年取ってて、くてとかね。そういう分別に関して愛着何も持ってないわけ。もちろん聖者だからって言ってね、赤ちゃんか年寄りか分からないということじゃないです。赤ちゃんであるから可愛い、お年寄りだからいやらしいとかって、そういう分別に伴う愛憎は持ってないわけ。もし皆さんがそういうのをなくしてしまうとね、夫婦関係っていうのはなくなります。あるいは家族関係っていうのは。例えば、岩井浩二というところからね、男性っていう意識を岩井さんが全く外してしまったとしまいます。そうすると岩井浩二という人間ということになりますね。でそこから老弱っていう分別取りますと、年取ったっていうのなくなって単なる人間、岩井浩二という名字、それから名前氏名ねもう取ったとします。そうすると人間でしょう。と人間がどうなろう、悲しんだり喜んだりってことはありえなくなりますから、そのデータはどこにあるかっていうと岩井さんの頭にあるわけです。ですから岩井頭から一切の愛憎という分別を取ってしまったなら夫婦関係っていうのはありえないんです。単なる人間ですから、単なる生き物、あるいは全体生命の現れでこうっていうだけですから。ですから皆さんがね、
皆さんの頭にあるデータによって数に対して価値付けを与えてるんで、外にそういうようなものが皆さんと別に存在してるのではないんですよ。マハルシの場合、そういう分別による愛憎はゼロなんです。ですから分別の愛憎ゼロっていうことが完全なブラフマチャーリンね、あのブラフマチャリアっていうのは禁欲行って訳されるんですが、そうじゃなく全体性ともに歩むっていう意味です。本来はブラフマはブラフマンですね。チャリアのチャルっていうのは歩くっていう意味です。歩む、行動する、活動です。ですからブラフマンの世界で生きる人、つまり全体生命と一体って生きる人、それをブラフマチャリアと言って、そのためにはね、男性の記憶に左右されたのではとてもじゃないから、禁欲しな、禁欲という意味で使われてるんですが。ですからもし皆さんが、皆さんの頭にある一切の愛憎という分別データ、初期化してしまったならば、あるいはゴミ箱に入れてオプションで消してしまったならば、そこから先は下脱ですから、減するわけです。親子でもない、夫婦でもなくなるから。で、皆さんはそういうのを望んでいませんので、そちらに向かわないわけです。ヨーガは自分意識の発見と解消ですよって聞いてもね、今僕に説明したような、一切の分別、愛憎のデータの初期化ですよ、いうふうには、それがどういうことかは本当にはわからないので、皆さんはそれに向かおうとはしてないんです。もし初期そうなるんだよって聞かれて、だんだんそれがね、実際に分かってきたらね、そこでするか元に戻るだろうと思います。いろんな理由つけて。まあ仲間といえば、もっと数年前だと、子供をね、出て結婚するまでは働かなきゃないしとかって、なんか理由くっつけたと思うんですよ。それが、平瀬に行きたかったけれども、でも、マスミと慎吾がまだ、独り立ちできないしって、高校生とか、まあ音楽やってて、その頃のことは。だんだん目処が立ってきたら、じゃあ離れようかなって思えますけれども。でもそれでもやっぱり、一緒にいる、慎也さん、慎吾さん、忘れましたけどもね。そこから名前と、岩井さんに説明したように、夫っていう分別を取ってね、っていう分別も取って、中性人間としたら、なんで夫婦関係にあるってこういうことになるでしょ。まあエリちゃんでもそうですよ。ですから全然取っていくとね、激変せざるを得なくなるんです。その激変を好まないので、夫婦生活、親子生活を受けたいわけなんですね。だから洋画をやるっていうのは、これは決意できるかできないかだけの問題だと思うんですよ。法の功能じゃなく、それでいいかっていうことだと思うんですよ。そういうふうになってしまったっていうことですよ。そうなると下脱してマスターになってせんですかって、これがまたいけないわけね。いや、本当に地位名、家族捨てても今度は地位名制にとらわれるから、本当ですよ。岡山から来てた安井くんってね、僕のとこに1年間習いに来て、それまで福祉の方で、こう、血遅れの人を世話する施設で働いて、とても親切ないい青年なんですけども、用がしたい、用がしたいって、待ってないよって安井くんって言ったんだけどもね、いや、そんでも渡辺先生のようになりたいんです、そういう人になりたいんです、なんとしてでも先生のようになりたいんですっていうので、しょうがないから一応教えてみたわけ。でもとてもついてこれないわけね。だから戻って、安井さん、人に親切だし、社会福祉施設とかそういうとこ行ったら立派なカルマ用ができるんだから、そっちに行ったらわーって言って、ほんのやめらん、僕に断られたから帰って行ったけども、その後アメリカに行って、サッチなんだ、なんだ、アシュラムに行って、諦めらんないんだね。でもスターになれない人はね、スターになりたいって言ったって無理ってディレクターは言うわけね。うん。中村さんエリちゃんがね、テレビ局に押しかけて、フジテレビとかディレクターに会ってね、なんとかキャスター立ててくださいって言っても、まあそりゃ諦めた方がいいですよ、奥さんってこう言われると思うんですよ。でも諦めらんないって人たちがいるわけね。スターになりたいっているわけなんですよ。だから、ブラハマチャリアでもいいけれども、スターな脚光を浴びて、生徒が集まって有名なマスターになりたいって、こういう知性に憧れる人たちってたくさんいるわけなんですね。で、そういうもの、一切合切、執着、愛着、そこから全てなくなった時って、バガバドギータの55節に書いてあるわね。だ
だからそうなるっていうことは、今言ったように性が全く変わってしまうんですよ。夫から妻から子供から性が変わってしまうんですよ。関係性がなくなるって言ったらいいかもしれませんがね。いいんですかっていうことなんです。キリスト教っていうのも野村さん本当はそういうことよ。キリストになるっていうのはキリスト教が現れて実験の雲がなくなるっていうの。だからそれでいいんですか。ケーキやなんやらじゃの話じゃないよ野村さん、うん、お祈りのお話じゃないんですよ。でそのようにエゴを探求して一切の分別弱がなくなることがあらゆることに対する勝利への道ですってるわけ。この場合の勝利っていうのは世間での敗北ですよ。世間とはまるっきり関係なしになるんだから。以上、ここのところで何かご質問ありますか。ここは大事なところなので、このエゴのところを境にしてね、その次のハート1ハート2とありますが、そちらは下脱の方ですし、エゴから心か体かあって、体の方に近づけば近づくほどヨーガあるいは宗教から遠ざかるっていうことです。体の外にあるのが境界でいいんですよ。体の外にあるのが免状や名詞ですよ。体の外にあるのが夫、妻、子供ですよ。エゴ、自分意識のことで何かわからないことありますか。さっきの話分かったでしょうかね。データがなくなるとどうなるかっていうのは、関係性がなくなるっていうことです。で、マハルシーは関係性を捨てるためにフィルワンナマライのアルナーチャラというに行って、一人で骨敷きしながらただ三昧に浸っていただけと。そうなって、まあ、他の人に発見されて、他の人がマスターにしたって、マハルシーにはグル、もう地球上が生んだ最高のグルとして50年間肉体生命を維持するという働きがあったわけです。ただそれだけのことですね。ゴータマブッディストにもできなかったエゴの一かけらも表さないという役目を5年間ほど果たして、肉体はなくなったわけなんです。僕が言ってるのは属性がなくなったっていう。特別ご質問なければここはここまでにしておきます。まああとは何度も取り組まなきゃないんじゃないかと思います。このエゴっていうのはね。